小さい頃、もみじの種を拾って実生で、盆栽みたいのを作ったりとかっていう、まあ、幼少期は過ごしてました。子どもの頃から憧れた職人の世界。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は盆栽家椎野健太郎。若くして盆栽界の最高峰ともいわれる国風賞を受賞した実力派。やっぱり盆栽の一番の魅力って、まあ当然やっぱ古さとか年数をこう買うっていう部分じゃないんですけど、やっぱり鉢の中にその木があって、そこにやっぱりこう果てしない年数を感じるような存在感があるような盆栽が作れれば一番いいかなと思いますね。で、木は一本一本当然違うんで奥深いですね。その木その木が本当に一つの出会いで、これ勉強しても勉強してもそれでいいっていうことがないんで、これ勉強しても勉強しても多分わからないまま一生終わっちゃうのかなっていう部分はありますよね。まあ、だから面白いのかもしれないし、やっぱり早く木に答えを求めるとやっぱり無理があるし、その年月で解決することも当然たくさんあるんで、まあその辺はやっぱりその人間がこうもがき苦しんでも答えの出ない部分で、またそれはまた木が教えてくれるっていうこともあるんで、若い時はその答え早く求めたがるんですけど、だんだんやっていくうちに、ああなんか、ああ木が自然に自分でそうなっていくっていう時があるんですね。これ本当にそういうことがあって、だからまあそういう時は時間とかそういうものが解決してくれるっていう部分があるんで、まあ、いわゆる木に教わる、まあ、盆栽の原点である自然に教わるっていうことなんじゃないかなと思う。樹木との対話、そんな椎野健太郎のブレイク前夜。まあ本当に盆栽っていうのはこう本当に日本の問わず海外でもものすごい注目されてて、まあその中で当然まあ自分がこう本物をやりたいっていう中のそのスタイルはまあ当然崩さず、まあその中でもやっぱり高級なものばかりだとなかなか入り口が狭いんで、まあ当然若い人が気軽にやれる、まあ、一つ苔玉にしても何にしてもそうですけど、僕らが今まで思ってた盆栽とは違う、こう入り口をもうちょっと広げてもいいのかなと。次週は日本画家宝鏡智子のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。